メトールロックマンユニティのうちでございます。はい、ということでございまして、私はですね、渋谷モディ、そこの東京アニメセンターというところに来ているんですが、ここで行われているのがこちら、ストリートファイター35周年記念、俺より強い奴らの世界展、こちらにやってまいりました。ちょっとだけですけども、皆さんにお見せしたいと思います。行ってきます。会場にはストリートファイターの歴史を語るイラストなどがずらり。あ、これ、ロックマンとチュンリー。いろいろ展示があって、今ここに来ておりますよ、こちら。撃て、お前の波動拳ボーナスステージ2022東京、書いてありますよ。これね、なんか君にも波動拳が撃てるぞっていう、波動拳が撃てるらしいです。こんな感じで波動拳が出せるんですけども、他にもいろんな技がありますんで、皆さんいろいろ試してみてください。シリーズに登場するキャラクターごとの貴重な資料を見ることができます。雑誌の表紙、イラストなど、ここまでレアなものが揃ってるってすごいことですよ。他では見ることができない特大のチュンリー、これなんと油絵なんですよ。ほら、私よりも大きい、大迫力なんです。ということでですね、カプコン TV ではおなじみ、最後に、この、俺より強いやつの世界展を担当されておりますカナさんに一言いただきます。つながるカプコン TV の皆さん、久しぶりです、カナです。本日はですね、こちらのイベントの概要をちょっと簡単にご説明です。こちら2020年に福岡で開催されましたイベントで、なんと今年ストリートファイター35周年を記念して、こちら関東の渋谷の方でも開催することとなりました。こちらの、メインの見どころはですね、貴重な90年代から保管してある貴重な開発原画だったり、まあ、設定資料、そしてアーケードの貴重な、設定とかいろんなものの方を展示しております。そしてですね、なんとボーナスゲームを自分で体験できるコンテンツや、ゲーム中のあの負け顔を自分の顔に変えられる、体験型コンテンツもご用意してます。さらに、様々なグッズの方を、販売しておりますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。会場でお待ちしてます。まだつながる、つながってるよ、つながってる。